今日はレストデーです。昨日は一気に4300から5900かな、までにかけるもって帰ってきたんで、どっと疲れてたんですけど、今お昼寝をしてたらだいぶ疲れが取れました。明日一気に今度は4300から6400まで行くか、それとも一泊してからアタックするか考え中です。こんなにもう向けた。では高所では指輪をしていると、仮に凍傷になった時に指輪が取れなくなって、その部分で指を切断しなくちゃいけなくなっちゃうっていうことなんで、指輪を外してこちらに、この前諏訪神社で買ったお守りと一緒につけてます。こんな感じです。またもうちょっとゆっくり昼寝をして今日は終わりです。贅沢な時間ですね。贅沢です。はい、ちょっとこれ足入れてもらいます。はい、これあのねじれないように、ねじれと痛いんで、はい、ねじれないように伸ばして足を入れるんですね。はい、ダウンパンツはさっきの時にですね、ダウンは、あ、どうですかね、履いた方がいい。これ履いて、シェルでいいです。これも、はい、ほんで、まあ、1日だけなんで、うん、この辺に本当は専用のバンドがあるんですけど、はい、ないんで、ここつけて、ほんで、あ、ちょっと高かったこんな感じでこれつけるんですよ。その日一日あればいいんで、でこれをこうつける。もうちょっと低くてもいいんですけど、で、ダウンは横の方がいいな。しゃがんだ時にあれしちゃうんで、ちょっと低くてもこうくっつくから、でダウンを上にかぶせた方が電池が冷えない。細いですね。でもこれはスイッチは3段階あるんですけど、1か2、いやマックスしたら2時間熱すぎます。だいたい2でいけば10時間持つんで、15時間くらい持つかな。大丈夫ですか。はい、後ろにこれがあるのはそうなんですかね。後ろがあるとこう打たずにこれ挟まっちゃうんで、ここ横だったら最悪こうめぐって、はい、これピッピッてやるの。なるほど、わかりました。ありがとうございます。今日はレストデーです。レストデー、レストデーです。レスト日、もう夜7時。はあ、一日中寝てたな。上は雪か。明日一発で行けるかな。やっぱり泊まった方がいいのか。ちょっと歩いて体調を確認します。明日12時間ぐらい歩けるか。